アルベールアンカーストリックンズメートヒエン、1884年の作、東編み職人、1948から1949年頃のインドネシアで撮影。編み物とは、糸、特に毛糸や綿糸を編んで作った布や衣類、装飾品、およびそれらの製品を作る、行為、工芸、手芸である。英語を借りて、ニットともいい、また、 ポルトガル語やスペイン語で靴下を意味するメリアスという呼び方もあり、江戸時代から1950年代頃まで用いられた。アムとは、紐状のものを絡み合わせたり、結び合わせて一つの形に作り上げることを意味する動詞であり、糸だけでなく、竹や鶴、等、場所場、針金等で、籠、小座などの工芸品や建築材を作る行為、ビーズでソーシングを編む行為、 紙を編む行為も含まれる。また、量を行うための編みも編んで作られている。ただし、一般的にはこれらの行為の結果の製品を編み物とは呼ばない。なお、英語ではこれらは糸を編む行為とは区別し、ウィーブ、プラット、またはブレードという。日本語でも糸を素材とする場合には、編みと織りは糸と糸の関係、構造は明確に区別されている。織物が、 多数の縦糸及び横糸を用いて糸が交差する構造で一段ずつ布地を作っていくのに対し編み物は結び目を作る要領で一目ずつ形を作っていくことが特徴である編み物は手によって編むことと機械によって編むことの二つに大別できる編みの起源は古く旧石器時代にまで遡る世界的に見て発見されている最初期の編み細工は 一本の連続した糸を編んで作った網である。やがて糸、藁、紐、竹などを素材とし、手や針を用いて様々な生活道具や衣類が作られるようになった。日本でも縄文時代早期に漁網が編まれていたことがわかっている。伸縮性のある素材の編み方は、スプラングやブレーディングと呼ばれ、青銅器時代には知られていた。現在の編み物に近いもので、 年代が確定された最古のものは、帝政ローマ時代のシリアのローマ植民都市ドゥラ、エウロポスから発見された3世紀のものとされる。古代の網バリは、現在の鍵バリに近い形状であったと考えられる。シリア及びエジプトが起源となり、ムーア人やアラブ商人から、フランスやスペインに伝えられたと推定されている。ワーミをする様子が描かれている最初期の絵画。 1400から1410年頃マイスターベルトラム室。産業としての編み物はフランスで発展し、16世紀には職人によるギルドが作られた。1589年にイギリス人牧師、ウィリアム・リーが足踏み式による靴下編機を発明し、1775年には同じくイギリスで縦編み機が登場する。編機の改良が進み、 手編みから機械編の時代へと移行していった。1849年には、イギリスのマッシュータウンゼントが、従来のひげ針の改良に成功し、現代のメリアス編機に多く採用されているベラ針を、考案したことで、編み物工業の進歩は促進された。機械編みは、現代では、T シャツやジャージー、肌着、靴下等の基準生産に広く使われ、また、寄生服のセーター等も作られている。 日本では、組紐を除き、伝統的に布地や衣類を編んで作ることは、ほとんどなかったが、17世紀後半に、スペインやポルトガル等から編地がトライし、ポルトガル語やスペイン語の、靴下を意味する言葉から、メリアスと呼ばれ、タビトを作る技法として普及した。1954年にミシンメーカー大手のブラザー、工業株式会社が、機分野と、家庭電気分野に進出したことで、 機械織りが可能な家庭用編み機が日本全国の家庭でブームとなり、編み物が医療用生地の主要な位置を占めるようになった。様々な編みの技法。オット・オルガー、歴史・コンデア・ギャザモトン・テクニック。1904年、編み物は最初に基準となる結び目を作り、その中に糸を通して輪を作ることの繰り返しが基本的な編み方の操作である。編み物の素材は、 毛糸や綿糸が最も一般的である。他にはレース糸、剣糸、刺繍糸などもある。糸は染色に用いる染料が同じであっても、製造時のばらつきによって色調が異なることがあるため、同時に染色した製品にロット番号が付いており、多数の同色の毛糸を必要とする場合は、ロット番号の同じものを用いる。編み物を製作するにあたって必要なものに編み図がある。 これは作品の設計図とも作品を編み進めるための手順図や指示書とも言える。編み図には一定のルールを持つ記号で一つ一つの編み目の種類が表記されているほか、制作に必要な毛糸の量なども載っている。編み図は編み物の書籍、雑誌などに付属しており、また手芸店で販売されていることもある。手編みの場合、複数本の棒針を用いる棒針編みの技法や、 針状のかぎ針一本で編むかぎ針編み、また針は使わずにもっぱら指だけで編む指編みなどがある。編み物に用いる針を編み針と呼び、素材は竹、金属、プラスチックなどがある。棒針とかぎ針がある。針の太さは号数で表し、日本の規格では数字が大きいほど太い。糸の編み始めと編み終わりを処理するため、あるいは編んだものを縫い合わせるために、 糸を通す、穴の開いた、金属製の閉じ針も用いられる。形状は一見すると裁縫用の針に似ているが、先端は鋭く尖ってはいない。その他、ほつれ止め、編んだ目の数を数えるためのカウンターなどが用いられる。棒針編み、編集詳細は、棒針編みを参照棒針編み先端が、緩やかに尖った棒針と呼ばれる棒状の用具を用いる方法が、棒針編みである。 棒針は2本、4本、5本で1組で、2本の針をビニールなどの柔軟性のある素材で繋いだ輪針もある。棒の一端は編んだ糸が抜け落ちることを防ぐため、キャップなどが付けられることがある。基本技法として表編みと裏編みがあり、それらを組み合わせることによって複雑な形状や各種の模様を作り出す。伸縮性がある、肌触りが良いなどの特徴があるため、マフラー、 靴下、手袋、セーター等の衣類に一般的に用いられる方法である。片面から見てすべての目が同じ形状になる編み方にするには、往復編みの場合一列置きに表編みと裏編みを繰り返す。また、表編みばかりを繰り返すことにより、一列置きに表編みと裏編みが交互に現れる編み目になる。応用として伸縮性を特に高めたゴム編みと呼ばれる編み方もある。 かぎ針編み、編集詳細は、かぎ針編みを、参照かぎ針編みかぎ針と呼ばれる用具を用いる、方法がかぎ針編みである。かぎ針は棒針より短く、先端に糸を引っ掛けるために針状になっている。鎖編みと呼ばれる編み方を基準としている。編み方にもよるが、棒針で編むよりも糸の使用量が多く重くなりがちな、ため、帽子やマフラーなどの小物類、 編みぐるみなどに用いられる。棒針編みの補助的な役割として使われることがある。アフガンみ。編集詳細は、アフガン編みを参照一方が、ぎ針状、もう一方が、棒針状の、アフガン針と呼ばれる、長い針を用いる方法が、アフガン編みである。織物のような独特の編み目となり、伸縮性が少なく目の、細かい編み方が特徴である。この編み方で編んだ毛布を、 特に、アフガンと呼ぶ。レース編み、編集詳細は、レース編みを参照レースの製法のうち、編み物の技法を用いたもの。一本、または何本かの細い糸を用いて、透かし模様にする技術の総称である。機械編み、機械編みは、簡単な動作あるいは完全自動で、連続した、多数の小さな針を機械的に動かして編み、編み目は、手編みと同じ構造ではあるが、編み目に、 揺らぎ、人間味、温かみなどがある手編みと異なって、一般に編み目が一定で、一見して機械編みのものだとわかる仕上がりになる。単純な編み機を用いた手芸にリリアン等がある。ありがとうございます。